ヘンリー・ジョージは、アメリカ合衆国の作家、政治家、政治経済学者。私的所有をベースとしながらも、自然とりわけ土地は、人類の共有財産との考えに基づき、諸税を廃止し地課税への一本化を図る、ジョージズムの提唱者としても知られる。主張は、進歩と貧困。ペンシルベニア州フィラデルフィアの中華総階級の家庭に住人兄弟の、 次男として生まれる。14歳で、公式の教育課程を得、1855年4月には15歳に、して全少子となりメルボルンやカルカッタへと渡航した。海外生活を1年数ヶ月で切り上げると帰郷し、食事校の徒弟を務めた後、カリフォルニア州に向かう。ゴールドラッシュで、一攫千金を狙うも叶わなかったものの、1865年には、 新聞社に職を得、印刷工を手始めに、ジャーナリストや編集者を経て社主にまで登り詰めることとなる。この間、18歳のオーストラリア人女性、アニーコーシナフォックスと恋に落ち、彼女と一緒に暮らしていたおじの猛反対を押し切った末、1861年結婚。結婚生活は順調に進み、4人の子を設けた。ジョージ自身は、 福音派に属していたものの、フォックスの母親がカトリック系アイルランド人であった、関係上、子供はローマカトリックの信徒として育てられた。このうち、長男のヘンリー・ジョージ・ジュニアはニューヨーク州選出の会員議員になった。高峰・城吉の妻キャロラインの妹と結婚し、1906年には来日し、日本の鉄道についての報告を雑誌に発表したりも、 している。次男のリチャード・ F ・ジョージは彫刻家として、成功を収めたほか、次女のアンナ・アンジェラ・ジョージは、映画監督セシルビー・デミルの兄、ウィリアム・シー・デミルと結婚し、女優のアグネス・デイコール・ミルや、マーガレット・ジョージデイコール・ミルの母となる。ジョージは、当初リンカーン率いる、共和党員であったが、後に、民主党へ席を移し、カリフォルニア州議会議員選挙にも出馬。 政治に関わる中で、政治腐敗や労働者の惨状に対して強く批判するようになるが、1871年、サンフランシスコ湾に偶然立ち寄った際、運命的な光景を目の当たりにする。その後訪れたニューヨークで、現地の貧困層が当時発展途上にあった、カリフォルニアの貧困層よりも暮らし向きが、はるかに劣悪であるという、明白な矛盾に衝撃を受ける。 1879年には、これまでの経験をもとに、進歩と貧困を上司。同書は100版を重ね300万部を売り上げるベストセラーとなったが、その中で自由市場経済において気づかれたとみは、地主や独占資本家が掌握し、この不労所得の集中こそ貧困の主たる原因との考えを示した。また、生産活動が重税に悩まされる一方で、 私的利益が天然資源という限られた手段から得られるのは不正義の極みとしてかかる制度は奴隷制に等しいと主張した。ジョージがこうした貧困をもたらすメカニズムを見出せたのも彼自身が貧困層であったこと、海外渡航歴から様々な社会を知り得たこと、当時急成長の最中にあったカリフォルニアに住んでいたことが挙げられるが、とりわけカリフォルニアにおける 鉄道建設により、地下や時代が、賃金の伸び以上に上昇した事実に目をつけていた。1880年、一躍著名な作家となったジョージは、ニューヨークに転居し、自身は、イギリス系アメリカ人であったにもかかわらず、アイルランド独立を標榜する組織と、緊密な関係を持つようになる。また、 土地を取得する権利が主たる政治問題であったアイルランドやスコットランドへと足を伸ばしたのもこの時代のことである。1886年のニューヨーク市長選に統一労働党から出馬後に第26代大統領となる共和党候補のセオドアル・ーズベルトを上回る得票数を得たもののタマニーホールが擁立したエブラム、スティーブンス・ヒューイットに敗北を喫する。 翌1887年、ニューヨーク州、ストム長官選にも出馬するが当選には遠く及ばすサニで落選。なお、統一労働党は一連の選挙結果を受け、内部分裂を起こし、追尾の一途をたどることとなる。党執行部は、ジョージズ無支持者で占められていたが、土地と資本との区別を認めない、マルクス主義者や、 エドワード・マクグリン神父の除名に失望したカトリック教徒、そしてジョージの自由貿易政策を良しとしない党員などがひしめき合う組織労働者の党であったからである。医師らの忠告を無視し、こうした統一労働党に見切りをつけ1897年の市長選に独立民主党から再度立候補するが、選挙を4日後に控えた同年10月29日、 脳卒中で死去。葬儀には10万人の聴聞客が駆けつけたという。自然独占の国有化や課税、規制を指示。電信電話並びに、水道事業は、公営で行うべきとしたが、鉄道については、幾分柔軟で、株式が、政府出資によるものであれば民営化でも構わないと、述べている。また、政府認可の独占資本化には極めて批判的で、 発明や科学部門への投資に対するインセンティブを高めるため、場合によっては政府により特許状を取り上げるなど厳しい措置を提案した。ジョージを一躍有名にした最初期の文献の中に中国人移民を制限すべきと説くものが存在する。移民制限の必要性がもはやない局面を迎えることや移民問題に関する初期の論考が 未熟であったことを自ら認めていたものの、こうした見解を変えることは、修正なかった。特に低賃金を受け入れる移民が賃下げという、好ましくない影響を与えると論じた。ジョージズムも、参照のこと自体は、私的所有よりも、社会全体に分有すべきとの主張でよく知られ、こうした視点が最も明快に示されているのが、進歩と貧困である。ただ、 時代を社会的に共有しようとすれば、土地を国有化した上で、個々人に賃貸しする方式を取ることになり、地価税を効率に設定すれば地価が下落することになるが、常時は地主に保障を行う必要はなく、かつての奴隷所有者と同様の対応を取るべきとした。保護主義が支配的で歳入の大部分が関税であった時代にあって、これに反対する立場を貫いた。 後年、自由貿易が国政を揺るがす大問題になると、著書、保護主義か自由貿易かを発行するが、本書が5名の民主党連邦議会議員により、議事録に掲載されるなど、論争を巻き起こした。秘密投票の導入をアメリカ国内で初めて主張した論者の一人である。交換可能通貨や国債による決算に批判的であった。ジョージの知名度は、 死後徐々に推微し、今日ではあまり触れられるケースが多くないのが現状である。しかし、今なおジョージズム関連の研究所が多く存在するし、ジョージ・バーナード賞や、レフトルストイ、ソンブンハーバート・サイモン、そしてデビッド・ロイド・ジョージら、有名人の中にも、彼の影響を受けた者は少なくない。ジョージズムの支持者であるアメリカのエリザベス・マギーが、 政治や教育上の試みとして制作したザ・ランドロード・ s ゲームは後にモノポリーへと発展を遂げることとなる。欧州留学時には社会主義思想家とも信仰を持ち後のフェビアン教会の創設者らにも影響を与えたことでも知られる。サイエンス・オブ・ポリティカル・エコノミー1898ありがとうございます。